enthusiasm. おはようございます。こんにちは、こんばんは。初めての方は、はじめまして。今回もご観覧いただきましてありがとうございます。ハンナ・ミレイです。カジュアルプロモート、パート20、エンスージャープレイ、やっていきます。最初はこちらのコースをやります。エッジ・オブ・ザ・ロードですね。グラベル面のコースなので、それなりのね、モデルで挑みたいと思うんですけど、どうでしょうか。まあ訳あってですね、今回はこちらの車種を使います。まあジャンルで言うとね、まあこの手のジャンルっていうのはあると思うんですけどね、まあうまく説明できないんですけど、プリンス時代の GTR ですね。さあカラーリングシルバー、街乗りで、行くならこちらの一択かと思うんですけど、まあそれ以外の別のカラーで行きますね。オレンジ色みたいなね。スポーツ800ですよ。来ました。なんとか突破口を見出せたかなと思うんですけどね、油断は大抵、油断はできません。さあちょっとね、水平2機関のファンキーな音が間近で聞けるんじゃないかな、ちょっと若干期待してるんですけどね。さあこちらのコースも砂利道、アクロ面ということでね、安全策で行くなら、アシストかまたは4気なんだな、まあ楽ちんなんじゃないかと思うんですけどね。あえてなんでこんな FR か使うんだろうと思うんですけど、ドマゾカーと、一言突っ込まれそうなんですけどね。まあここはね、誤解なさらないでいただきたいですね。さあトンネルを抜けると奈落の底が見えたみたいな。香り高いフルーツの匂いなんかがね、もう胸いっぱい吸い込みながら、解放して気持ちで走ることができるんじゃないか、こちらのコース。まあ一応 DJM 音は鳴ってるんですけどね、のどかな雰囲気に合わせて、まあ、ボリュームの方下げております。さあギャラリーはちょっとまばらだけど、いることはいいよ。10名ですね。
ういうとこ作ったんでしょうか。多分なんでこんな雑さいんでしょうか。もうダブルウィッシュボーンと、前後ダブルウィッシュボーンなのか、リーフリシットコイルとの組み合わせなのかわからないですけど、結構頑張ってますね、この足回りというか。横陣に強いんですね。すごいですね。エッハザクとかに なりそうな。もうその辺に写真1枚パシャッと撮ればもう絵はがきですよね。そういった教師しかも、まあ果てしなく滝が止めどなく流れてますけど、水がね、トンネルを抜けて一瞬視力が低下したんじゃないかという感じのあの感覚ですけど、最後まで気を抜かないでほしい。ここは一つの おそらくギャラリーがね、温かくゴールを見守ってくれているはず。もう一息だ。さあそこまで人はいない。なんというそこまで食い入って見てくれる人もいないという感じの初戦でしたが、まあ参加賞をもらって帰ってくるよりは良かったんじゃないでしょうか。なんとかね、無事テープを切ることができました。気づいてね、良かったです。建物はちょっとヨーロッパ風なんですけどね。なんとも言えませんね。滝があると。滝があるとすればやはり大陸のあの辺とかね、なんでしょうけど、まあいいや。
さあラウンド2いきますか、こちらのつくばサーキット夜の部でいきます。迎え撃つはこちらのスバルインプレッサでいきます。非常に派手なね、蛍光色のバイナル、まあ6連星とメタリックブルー、メタリックブルーとは言わないか、着ても着れない こちらの関係性特に意味はありません。さあこちらのコースに挑むのは、ライバル車たちですね、ダッジバイパー、BM の Z4、 フォードフォーカス、ジャガー、 XJR、 そしてワーゲンゴルフ、以上ですね。さあまあちょっとここで落ち気づいたかという感じですけど、まあで引いたカードなんだ、最後までねしっかりネットを見ましょうよ。さあ行きましょう。
もうこいつ浅いな、やっぱり。本当にもうマジでかって話ですね。残念でした。結果は3位。最初の出だしがもう嫌な感じですね。はいはいって感じですけど、まあどうしようかな。中途半端なんでね、もう一回おかわり行きましょうかね。方もいらっしゃるかと思うんですけど、リハーサル通りうまくいかないと、こちらの実況者は、たちまち気分を損ねてしまうという傾向にあるのか、やはり口を閉ざしてしまうのか、非常に、分かりやすいね、この性格。ああ残念。諦めるしかないのかな、さあ
残念なものは残念ですよね。うわ、なんかいっぱいありますね。インプレッサ GDB、アルファ GTV、 パジェロエボリューション、インプレッサ 22B、 アルファ 147GTA 以上ですね。あ、これ走って終わりにしようかな今回は。うん、手をなしてないですね。感じですけど。
まあ、そこまで、ね、納得いった走りはありません。まあ、しかし、まあ、まあ、コースの方がアンロックできたので良かったかなという感じですね。さあどうしようかなという感じですけど、もう言ってしまったので、こちらのコースを走って終わると言ったので終わりにします。レースはここまでです。さあアンロックカーを確認してから終わりにします。さあ丸目 GDB タイプ1の方ですね。クラス A になるんだ。はあ、そしてこちらは GC8。 アルファロメオはだいたい V エンジン多いですね。 V エンジンしか見たことないですけど、これだけでしたっけ、なんかありましたよね。まだあ、貴重なトヨタ車なかなか来てくれないんですけど、まあ1台加わりました。クラス E でしたね。スポーツ800以上になります。まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。また次回もね頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。